みぞです。こんにちは。今日はですね、パワーポイントの話をしようと思います。パワーポイントでこんなことができるんだっていう機能なんですが、パスみたいな感じで画像を切り抜きたいって時にどうしたらいいかっていうことなんですが、パワーポイントにはイラストレーターでいうパスファインダーみたいな機能があります。それは図形の結合です。のリボンって言われるところに機能がないわっていう時はちょっと探してみてください。上の三角のマーク、クイックアクセスツールバーのカスタマイズっていう三角を押して、その他のコマンドに行くと機能が出てきます。いろいろなタブがあるんですが、今の図形の結合みたいなのは描画ツールの図形の書式設定タブってところに、ちょっとこれ似てる機能っていうのはあって、図形の重なり、図形の切り出しとか、この辺が、図形の結合の同じような機能なんで、これをこのリボンに出したいなと思ったら矢印右の画面に追加します。それで保存すると、上のさっきの三角の横に図形の切り出しが追加されました。これをカチッと押すと図形の切り出しができるようになります。やってみましょうか。図形の切り出しは図を複数選んで図形の切り出しをクリックすると、はい、こういう風になりました。図形が重なり部分がバラバラに独立した図形になりました。これが図形の切り出しですね。ちょっと戻ります。では図形の結合なんですが、どういったことができるかというと、イラストレーターのパスファインダーみたいになって言いましたが、三角と四角と丸の単純な図を作りました。これで複数図形を選択すると、上のリボンのとこに図形の書式設定というタブが出てきます。これをクリックするとですね、この左に図形の結合が出てきます。これでまずは1つ目、和集合、全部が合体します。なので、丸はなくなりましたね。一回戻って次に結合をやってみます。結合はどうなるでしょう。のように全部の重なりを生かしたまま合体したって感じですね。これは背景はどうなってるのかな。背景も抜けてますね。くり抜かれた状態になります。次は交差、この図形ではなくなってしまいましたね。3つの図形の全てが重なっているところが残るっていうことなので、全部が重なる部分を作るように丸を移動しました。これで図形の書式設定で交差、はい、3つとも重なっているっていうところが残りましたね。では単純型の域はこういうことになりました。ちょっとよく分かりませんでしたけれど、ではこの機能を利用して画像を切り抜いてみようと思います。まず人物の写真を用意しました。和服のお姉さんを切り抜きます。画像を選択して、図形のアイコンからフリーハンドを選びます。のフリーハンドで一筆書きでわーってこうなぞっていくので、画像は切れないように画面に収まるように表示しておきます。これで一筆書きでいきます。えい、ざっくりなっちゃうのはしょうがないですね。イラストレーターとかではないので、パワーポイントで写真を切り抜くぞっていう気持ちでやってます。細かいことはあまり気にしないで、で繋がったら色が変わりますね。離します。一筆書きで綺麗にできるわけはないので、さすがにもうちょっと修正したいなって思いますよね。その時はこの画像をクリックします。クリックすると図形の書式設定のタブが上に出てくるので、のさっき図形の結合をしたんですが、その上に図形の編集があります。図形の編集の中に頂点の編集があるので、これで後からでもさっきのフリーハンドを修正することはできます。
注意なんですけど、図形をダブルクリックすると頂点の編集が出てこないですね。おそらくですけど、ダブルクリックするとこうテキストのマークが出てくるんで、文字入れ用の図形と判断するようなので、ここはダブルクリックではなくクリックです。シングルクリックです。図形の編集で頂点の編集するとポイントが出てくるので、丁寧にやりたければこれをこうカチ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 ちょっとずつ動かしていくと、まあまあ時間さえかければ綺麗にいくと思います。ハンドルもあるので、それで見えにくいですよね。これだと台が見えないので色を透過させます。薄くします。塗りつぶし、図形の塗りつぶしというアイコンからその他の塗りつぶしの色、こういうカラーのバーが出てくるので、ここでもちろん色も変えられるし、不透明度があるのでここで不透明度を下げます。 50% とかにして OK すると下の画像が透けて調整がしやすくなりますね。あまりにもってところを調節していきます。ここでは丁寧にはやりません。コントロールを押すと頂点の削除追加できるので、ポイントが多すぎるときは削除します。ポイント少なめでハンドルを使う感じでやると案外綺麗にできそうですね。パワーポイントでも、あ、右クリックでもできますね。右クリックで頂点の削除の画面が出ます。最近アドビの方もオフィスになんか近づいてる感じはすごいするんですよね。これでよしとしましょう。終わったら外で一回クリックします。次にどうするかというと、下に元の画像があります。上にフリーハンドで描いた画像があります。これを両方選択して図形の書式設定タブでさっきやった図形の結合ですね、ここで交差を選びます。すると、はい、切り抜きできましたね。で、これでうまくいかない時があるんですね。図形の色が残ってしまう時があるんで、そういう時は両方選択してこれをコピペしてもう一回やってみてください。それでうまくいくことがあるので、うまくいかないときはコピペしてもう一回交差してみてください。ではこの着物の彼女をイギリスに連れてってみたいと思います。コピーしてイギリスにペースト。はい、あ、こんな感じ。ちょっと色合い変えてみましょうか。このお姉さんが白くて浮いてるんでちょっと色をつけてみます。これは遊びです。図をお姉さんを選択して図の書式設定で画像の変更とか背景の削除とかあります。これいろいろ面白い効果があるんで試してみたら面白いと思うんですけど、調整っていうのがあります。暗めの画像にしてみようと思います。明るさコントラストですね。はい、ちょっと暗くなりましたね。まあこれですごいうまく合成できたとは全然全く思えないですけど、お姉さんを大きくして終わろうかな。はい、パワーポイントのパスファインダーみたいな使い方で人物を切り抜いてみました。ご視聴ありがとうございました。海蔵でした。